Ciao a tutti, sono Jacopo di J-Pop. Come sapete, abbiamo sempre cercato di far conoscere gli autori delle nostre storie preferite al pubblico, invitando i mangaka alle fiere, alle presentazioni e agli eventi. Quest'anno le cose sono andate purtroppo diversamente, a causa dell'emergenza sanitaria non c'è stato possibile fare un ponte tra l'Italia e il Giappone come sempre. Tuttavia, grazie all'aiuto dei nostri collaboratori residenti a Tokyo e alla grande disponibilità dei Big Sensei, abbiamo raccolto una serie di interviste esclusive con gli autori e qualche loro disegno in stile showcase. Mettetevi comodi e in sicurezza e buona visione! In questo video, il grande Go Nagai, creatore di Devilman e Mazinga, ci parla del suo rapporto con la fantascienza, della sua passione per Dante e dei suoi progetti futuri. なぜか僕が本当にの、小学生上がるか上がらないかぐらいのもう6歳とか7歳とかそのぐらいの時に身近にの子供向けに書き直されてるダンテの新曲がありまして、ほんでとにかくそれの、どれ の絵にまず惹かれて読むようになっていって、すごく、子供時代からそういう身近にダンテがあったっていうのは不思議だなと思いつつも、その世界観っていうんですか、天国であり地獄でありってそういうのを感じながら、影響を受けたと思います。まずとにかく手塚治虫先生の影響が一番大きくて、そうですね、4歳ぐらいからもう手塚先生の漫画に夢中になってました。そしてとりあえずその、当時の日本の漫画も手塚先生以外の漫画というのはストーリー性の強い漫画はなくて、普通の 4コマであるとか1コマであるとそういう漫画が多かったんですけど、そこに手塚先生がストーリー色の強い漫画を打ち出してきて、それに、もう驚きながら惹かれていったというのがまずとにかく、最初だったと思います。映画はもうとにかく好きで、もう小さいところこれから一人でお小遣い握りしめて見に行ってましたんで日本の映画で一番影響を受けたのは黒澤明監督だし、あともうヨーロッパ映画もたくさん影響を受けてます。イタリアに限って言うとビットリオ・デシカの自転車泥棒であるとかミラノの奇跡であるとかそういうのにすごく感動したのを記憶してますし、もうあとはそうですね、もう最近のイタリア映画だったらニューシネマパラダイスとか、いろいろたくさん見てますんで、はい。ああそうですね、まあ、僕 の感性がちょっと日本の感性とちょっと違うのかなと子供の頃から大体思ってて、小学生ぐらいから洋画を見る方が好きだったんですよね。日本映画より、のヨーロッパ映画、当時はのハリウッドよりヨーロッパ映画の方がたくさん日本入っててまして、イタリア映画フランス映画そういうのを中心に一生懸命見てて、 なんかそちらの世界の方が自分に合ってるような気が最初からしてたのと、まあ、これは自分なりに輪廻転生というんですか、リインカーネーションみたいなそういうことを割と信じてますんで、もしかしたらもともとヨーロッパで生きてた人間じゃないかなというふうに思ってます。でイタリアとかスペインとかフランスとか旅行するたびになんか懐かしい感じがするんですね。ですから初めて行った時もあ、ここ知ってるような気がするなと思いながら旅行してたのです。
ヨーロッパ初めて行ったのは、24、5歳だったと思います。25歳。はい、あのマジンガゼットなんかを作った後に行ってると思います。初めてヨーロッパには。はい、ここはとても人気あった作品なので。はい。まだヨーロッパにはその頃はあとマジンが行ってなかったんですけども、はい、あの日本で人気になってその辺からあの海外にももっと行きたいなとか思い出して積極的に旅行するようになりました。そうですね、あのとにかくとあの漫画の仕事って本当に忙しくて、あのいろんなことをあの書く以外のことは自分でできないなとある時気がつきまして、それで誰かの会社の経営であるとかアシスタントたちの給料とか休みとかそういう管理とかそういうのと任せられる人がいないかって考えた時に、やっぱり身近にいたのが兄弟だったんで、とりあえず入ってもらってマネジメント業ということで入ってもらってスタートしたんですけど、おかげでなんて言うんですか、よく言うと漫画家さんの中には出版社に丸々預けちゃう人もいるんですけども、そうすると自分の自由が利かなくなったり、出版社の人がもうこの漫画作品はおしまいってことで動かさなくなったりしたらそれで終わっちゃうんですけど、自分で権利を全部コントロールしてますので、こちらの出版社が終わったらこっちの出版社持っていこうとかね、これをアニメ会社に売り込んでみようとか、そういう動きができるようになりました。全部会社に全て持ってます。そうですね、やっぱり人間が想像することというのはどんどん現実化していくのだなというのをまず感じてます。でまずとロボットといったの人間のように歩いたりするものはできないと思われてたのができるようになってきましたから、そのうちとまた今ロボットがと海外の会社ではことに言うとアメリカの会社の中では平気に開発しようとしているところがあったりなんかしますから、こういうロボット同士の戦いとかそういうのもこれから先現れてくるんじゃないかなと、現実になってくるような気がしてますので、先取りして漫画作ってたんだなというふうには思います。いや変わってはきてないと思うんですね。やっぱりずっと H.G. ウェルスがあといろいろの時間を使った SF であるとか生物の改造したような SF からいろんな宇宙のとの戦いとかいろんなものをもうすでに書いてましたから、それの延長線上では あると思うんですよね。科学の進歩と人間の性能が どうそれを利用していくか、どういうふうになっていくかというのをと推測する予測するようなSF というのはそういうものなので、それと環境がどう変わることによってどんな事件が起こるだろうかとか、そういうSF のテーマは大きくありますので、現実になくてもあり得ることとしていろんな科学絡まないことでも、例えば特殊なテロであるとかそういうのも含めてSF のジャンルだと思ってますので、いろんなバリエーションが SF というスタイルで発信されていますし、これからもそうなっていくと思います。テーマとそしてはそうですね、いや何でも好きなんですけど、時間 SF も好きですし、今テネットなんかが評判になってますけど、ちょっとタイムマシンとは違う時間の使い方とかね、そういうのもそれはそれで面白いし、なんかそういう人間が想像できるいろんなこと、あるいはスター・ウォーズみたいな世界であるとか、そういうのも含めてもう何でも大好きですね。
そうですね。そうですね。やっぱり小説はなかなか日本ではとイタリアのものっていうのは入ってきづらいところもありますので、やっぱりの映画が一番大きいのかなと思うんですよね。で、僕がとさっき言わなかったですけど、一番すごく影響を受けて、60年の初めっていうか61年か2年ぐらいですけど、日本のタイトルが祖国は誰のものぞっていうタイトルなんですけど、ロンニ・ナニ監督ったかな、なんかナポリのがナチスに抵抗する話なんですけど、何人の監督、ナポリの市民が4日間のザ、一般の市民とか少年とか女性から何から、抵抗するしてと、ナチスの人たちが男性を全部捕まえて処刑したりするの、それに反抗した奥さんたちとか子供たちが武器を取って戦うって話なんですけどね。ナポリの4日間みたいなタイトルだったと思うんですけど、それを見てすごい感動したのを覚えてます。それで俳優としてはその時ジャン・マリア・ボロンテという人が戦場から帰ってきた兵士の役で出てくるんですが、すごいかっこいいなと思って、その人が後で、スパゲッティウエスタンですか、あっち の悪役とかでの人気になったんで嬉しかったですね。それとか、何があったかな、とにかくイタリアのそういう映画は随分夢中に見ましたね。そうですね、僕は一番最初に与えた影響はハレンチ学園という社会問題になったんですけど、子どもの漫画に恋愛とかセックスの問題を取り込んだということで、すごいすごく PTA がバッシングにあったんですけども、それの影響で、たくさんの漫画が ああいうのも描いていいんだということでいろんなそういう恋愛ものとかセクシーな漫画とかが一気に増えたというのがありますが、それが一番の最初の影響で、その後はやっぱり、デビルマンとかマジンガー Z の影響を受けた若い漫画家さんがたくさん出たというのがあります。ことにデビルマンの影響は結構多くて、いろんな形を変えていろんな作品になっていると思います。最初から本当は SF がやりたかったんですけど、SF やらせてもらえなかったので、学校の話だったらやらせてくれるっていうんで、それ のギャグのコメディ漫画とかギャグ漫画でやれば OK と言われたので、その中で現実にない学校を作ったら面白いなって、それも SF 的発想ではあると思うんですよね。現実にないちょっと先生がおかしな先生、セクハラの先生ばっかりいたらとんでもないことになるなということで、その現実とのギャップを見せようと思って書いたんですよね。そのためにセクシーさも導入したんですけども、そっちばっかりわってなっちゃったんですけど、僕としてはそのハレンチ学園って SF だと思ってます。そうですね、ルッカのあれに行ったんですけど、それがね90年の初めぐらいなんですよね。90年だからもう20年までいかないけど18年とか19年前だったと思うんですけど、その時のまあそれ以前にもうイタリア行ってたような気がするんですけど、その時はあの漫画家として初めて行ったという形で、ローマでサイン会して書店でサイン会して、その後ルッカに行ったんですけども、
ロマのサイン会も夜になのに本当にたくさんの人が本屋さんを取り囲むようにずらっと行列作ってくれて本当に熱心なファンの人がいるんだなんて驚いたんですけど、その後ルッカでも大歓迎されたんですけども、まあ観光的なことはほとんどできなくて、その時はルッカでは本当にイベントに出演してサイン会したりとスピーチしたりで、でホテル戻っての2日ぐらい繰り返したんですけどね。印象に残ったのはホテルに帰ってから高校生ぐらいの少年が来てサイン求めてきてに来てくれて、それでとその人にサインしてあげたら数年前にローマに行ったらローマ警察の空港のポリスになっててでいきなりのおまわりさんがこう来て何されるのか、こんな190センチぐらい、僕が会った時はこのぐらい大してこのぐらいだったんですけど、190センチ、2メートル近いの大男になっててね、ドーッと来て「僕覚えてますか?」っつって捕まって、俺何か悪いことしたかと思ったんですけど、そしたらその古い写真見せて「これ僕です」っつって「ああ」っつってその時思い出して。名前出していいか分かんないんですけど、ロレンツォさんという人で僕が来るの分かって空港で待ち構えてましたみたいなこと言われました。よかったです。そうですね、最近は昔は筆でなければ書けなかったの、筆ペンというものができたんで、ちょっと筆っぽいタッチが出せたりとか、そういうのをあと効果的に使うと面白いので使ったりとかしてますね。それとかペンも、ペンは大体ペン使う時は主に G ペンという、あれは寝かせると太いの線が出るし、立てると細い線が出るし、便利なのでよく使ってます。そうですね、今とまたロボットのアニメをの制作途中なんですけど、いろいろ秘密って言われてるんで、ちょっとまだちょっと発表できないんですけども、しばらくしたらいろいろ話せるようになると思います。面白いものをまた作ろうと思って頑張ってます。もう全ての作品その時と思いついて一生懸命描きますから、その時々の作品全部ヒットしてほしいんですけど、世の中そんな甘くないですし、読者の思考もどんどん変わってくるので、ヒットする作品というのはやっぱり1、2割だと思うんですよね。本当にその外れる作品のが当たり前だと思ってますんで、まあ、大体大外れしなければ、まあ、僕としてはいいかなと思ってるし、もう思いっきり外れた作品でも自分納得するためかもしれないですけども、読者に分かってもらえなかったけど自分はいい作品だと思ってるという思ってる作品があるんですけども、なかなかそれも、まあ、数も多いんでちょっとタイトル出すのも しづらいところもあるんですけども、やっぱりダンテの新曲なんかも日本では割とそんなに大ヒットとはいかないですから、まあ、地味なダンテに興味を持ってる人たちが喜んで見てくれたんですけど、本国のイタリアで出版されるというのは本当に嬉しいなというのがまずありますね。たくさんいるのではないかと思うんですけど、それはあと僕が認めるとかじゃなくて、多分と読者の人とかね、見る人が、この人は長郷の後を継ぐ人だなと思ってくれる方が、僕が選ぶ
ことではないんじゃないかとは思ってます。で僕は自分ではあの手塚先生の後継者のつもりで一生懸命頑張ってるというのがあるんですけど、なかなかそうは別なの種類の漫画家だと思われてるとは思いますけども。特に今、コロナの後の少し仕事が楽になったとか暇になったので、ちょうどその連載が終わったところにコロナが来て、あと話の新しい連載をの話進められなくなったので、これはいい機会だと思って一生懸命体を鍛えることに専念してまして毎日のように筋トレしたりと、ゴルフの練習場行ったりとか、ゴルフにも行ったりとかね、そういうことでと、今体を主眼に置いて、ので今とにかくと僕のアニメーションにしても漫画にしてもかなり僕自身のハートがラテン系なんで面白がっていただけると思うんで、これからもどんどん応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、大丈夫です、はい、あ、じゃあ最初マジンガーの方から入ったんですけど、人を頭に乗せようとして考えたんで、すごくでかくなっちゃって、当時ここまで大きいロボットっていうのは漫画でも他になかったんで、こんなに大きいもの出していいのかなとリアリティないと思われるんじゃないかなと、それを心配しました。受け入れてもらえないんじゃないかと思って、ロボットで大きいと言っても鉄人28号ってのがあったんですけど、それが6メートルぐらいだったんですよね。そんなにめちゃくちゃ大きくないんですけど、こっちはあと20メートルぐらい行っちゃいそうなだったんで、そんな大きいものを作って動くわけないだろうと思われたらどうしようかとかそういうことを心配したけど、やっぱり、フィクションの世界って何でも通用するんだなと後から嘘は嘘で楽しんでもらえたらいいのかということで安心しましたけど。